どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、私今クラン対戦の参加者を選択、私ですね今10人ですね、10人対戦、タウンホール10が4人、タウンホール9が、今回は6人対戦ということで、なんと今回私のゴエモンジャパンとハルパパさんのクラン、ハルパパクラクラ TV とですね同時マッチングに試みました。ですね、これ成功するかわかんないんですよ。あと1分ちょいぐらい後にジャストに、今14分なんですけれども、16分になった瞬間にポジとポジりますので、ちょっと待ちください。そしてちょっとね、いや緊張するな本当に。なんでしょうね、このマッチングの時に緊張するっていうね。お、15分になりました。まだあと1分です、あと1分、皆さん落ち着いてください、今回はタウンホール40が4人、タウンホール9が6人なんですけれども、まあルールとしてはタウンホール10はタウンホール9を攻撃してはいけないというルールを、まあ事前にやっておきました。もうあと1分とかできますからね。これも来い来い、来た、回線来た、どうですか。いや、これハルパパさんも今多分もうマッチングしてくれて思います、今回線してくれてると思いますね。いやこれデレデレデンってデレデレデンってなるんですよ、こうマッチングした時に。いやこれね、マジで当たってほしいな。いやーちょっとね焦りました。今ですね、ちょっとまあ手違いがありまして、これでいいんですよね。これでよし、 OK、 よし、これでいきました。いやーびっくりしましたね、今ミスりました本当に。こっちがですね、ちょっとメンバーをですね、まあ、ミスってしまうという事態が起こってしまいました。ハルパパさんすいませんということで、まあ今ね、いやーマジで焦りましたわ本当に。いやーもうね、ハルパパさん本当にね寛大です本当に。ハルパパさん今ですね、こっち iPhone で撮ってて、パソコンでまあハルパパさんとこう連絡取りながらまあやってるんですけれども、いやーちょっとこれは期待が高まりますというか、もう当たってほしいっす、ガチで当たってほしいっす。さあ来い、さあ来るんだハルパパさんということでね。いやこれね相当、いやこれほんと来てほしいっすね。はい、ちょっと待って、ちょっとね、私今結構疲れました、今のでちょっと疲れました、本当に疲れました、ガチで疲れました今。来た、うわうわ、ハルパパさんから電話かかってきた。ハルパパさん、お疲れ様です、本当に。来ましたね、ガチで。今、動画撮ってるんですよ、今。ハルパパさん、声映っちゃっていいっすか？全然いいっすよ。いいっすか、本当に。うわ。なんか今喋っちゃいます、今俺。今喋っちゃいます？うわー。やばい、スクショして、これもう、ツイッターあげましょう、ツイッター。うわ。声は多分映ってます、多分。あ、でも、LINE で通話。あ、映ってます、大丈夫です。あ、じゃあ、ハルパパです、どうも。あ、よろしくお願いします。いやー、ツイッター上げちゃはい、ということでですね、ハルパパさんとマッチング無事することができました。ですね、これ、第1回とタイトルに第1回と入ってると思うんですけども、こちら、第1回戦、第2回戦、第3回戦、第4回戦と、続けてですね、ハルパパさんとキヨキヨ、ずーっとこう戦っていこうと思います。定期的にやっていこうと思います。そしてですね、どっちが強いのか、何勝何敗、何引き分けというところまで争っていければなと思っております。ということで、皆さん、ご期待ください。今回は、今回の戦いすべて動画にします。なので、皆さん楽しみにしていてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。